松平信綱は、江戸時代前期の大名で、武蔵国忍藩主、同川越藩藩主、老中。官職内裏の松平伊豆守信綱の呼称で知られる。慶長元年、徳川家康の家臣、大河内久綱の長男として、武蔵国で生まれる。父の久綱は、伊奈中寺配下の代官として、小室陣屋付近に居住していたので、当地で生まれたとする説が有力である。生母、深井氏は、白井長尾氏の末裔であり、母方の祖父、深井義秀は、長尾景春のやしゃごである。慶長6年に、叔父、松平右衛門大夫、正綱の養子となる。ある時正綱が一人でいると、当時は、三十郎と名乗っていた信綱がやってきて、私は、代官の子で悔しい。恐れながら名字が欲しいので、養子にして欲しいですと嘆願した。正綱は笑いながら、そなたはまだ幼少の身分で本名を捨て我が名字を望むのはなぜか、と尋ねた。私の本名では、お上の禁事を務めることはかないがたい。何とぞ養子にもなれば御座近くご奉公できるかもしれないと答えた。正綱は不憫に思い、なるほど、望みのように養子にしよう。けれども一通り父母に申してから字を使わそうと挨拶した。両親にもこの旨を話して、ことが済むと、信綱は大いに喜んで、今日よりは松平三十郎なりと述べたという。慶長8年9月3日、将軍正史の徳川秀忠に、11月には正綱に、従って、伏見城に赴き、11月15日に、徳川家康と、初めて拝謁した。慶長9年7月17日に秀忠の嫡男、徳川家光が誕生すると、7月25日に家光付の呼称に任じられて強力米三人扶になった。慶長10年12月3日に五人扶となる。慶長16年11月15日に前髪を落として元服し、昌永と名乗る。慶長18年1月28日に井上正成の娘と結婚した。ただし、慶長15年から慶長16年にかけて、異病を患い在京で養生していたという。元和6年1月20日に500石を与えられた。この時家紋も、身元遷とした。この年の12月下旬に、養父の正綱に、実子の松平利綱が生まれると、信綱は、姓の通字を継ぐのは実子であるとして、自らはなお昌永から信綱と改め、元和9年6月15日に五胡将組番頭に任命され、新たに300石の数を受けた。7月には、家光の将軍宣下の上洛に従い、従位した伊豆守に叙位、任官された。寛永元年5月16日には1200石を数をされた。寛永3年7月には家光の上洛に再度従った。寛永5年1月5日には、相模国高座郡、愛甲郡で8000石の所領を与えられて、合計1万石の大名となった。この時に、一橋門内において、屋敷を与えられた。寛永7年5月17日には、上野国白井郡、阿穂郡などで5000石を数をされる。寛永9年1月に、大御所だった秀忠が死去すると、信綱は、養父と共に、遺銀400枚を賜った。4月13日に家光の日光山参詣に従う。11月18日には、老中と小将組番頭を兼務した。寛永10年3月23日、安倍忠明や堀田正盛、三浦正嗣、太田助宗、安倍重次らと共に6人衆に任命された。5月5日、安倍忠明や堀田正盛らと共に、家光より、老中に任じられ、同時に15000石を数をされて3万石で、武蔵忍に異邦され、押城付の与力20騎、同心50人を預けられた。この年の5月から井上正成らと近江国や大阪、奈良などを巡見した。11月には、徳川忠長入るの地を予定してか上総国讃岐を巡見している。寛永11年3月3日に、老中職務停職と、若年寄職務停職を制定。6月には、家光の上洛に、嫡男、輝公と共に従い、6月27日に、家光より、駿府城で刀と杯を賜った。ウルー7月29日に14位下に表叙される。寛永12年4月に家光が日光山系に赴いた際、信綱は江戸に泊まって江戸城普請監督を務め、12月の朝鮮通信使の日光山系では総奉行として随行した。寛永14年10月16日には家光を自邸に迎えて盛大に供応した。寛永14年10月末に肥前国島原や肥後国天草郡などでキリシタン一揆が発生した。信綱ら首脳陣は当初、板倉重政、石谷定清を派遣し、さらに、姫野義明や鍋島勝重、寺沢健高、松倉勝家ら九州の諸大名に鎮圧と加勢を命じた。しかし一揆勢は原城に立てこもって抗戦し、戦闘は長期化した。当初、幕府軍の総大将は板倉重政であり、信綱は戸田私鉄と共に一揆鎮圧後の仕置き、戦後処理のために派遣されていた。だが、寛永15年1月1日に重政が戦死。石谷定清も重傷を負ったため、代わって信綱が幕府軍の総大将に就任することになった。1月11日には籠城する一揆軍に対して、オランダ船のデライブ号に要請して援護射撃をさせた。1月28日に副将格の戸田私鉄が負傷するなど一揆の抵抗も激しく、信綱は橘宗茂、水野勝成、黒田一成ら先陣経験がある老将たちと軍議が行われて兵糧攻めに持ち込んだ。この結果、2月下旬には一揆の兵糧はほぼ尽きてしまい、2月28日までに原城を陥落させた。信綱は一揆の総大将である天草四郎の首実験を行い、晒し首とした。この時、信綱の家臣6名も戦死し、手負い103名であった。3月1日には原城を破却して捕らえた者は斬首して晒した。また松倉勝家、寺沢健高両名も一揆を招いた責任ありとして処罰を言い渡した。戦後、一揆鎮圧の勲功を称され、寛永16年1月5日には三万石加増の六万石で、川越藩に移封された。信綱は、城下町川越の整備、江戸とを結ぶ新河岸川や川越街道の改修整備、多摩川上水や野人名用水の開削、農政の振興などにより、藩政の基礎を固めた。島原の乱後、信綱は、キリシタン取締りの強化や、武家諸法度の改正、ポルトガル人の追放を行った。また、オランダ人を長崎の出島に隔離して鎖国制を完成させた。寛永15年11月に、土井利勝が大老になると、信綱は老中主座になって幕政を統括した。寛永16年8月に、江戸城本丸が消失すると、その再建の総奉行を務めた。慶安元年4月に、養父の正綱が死去した際には、銀100枚を賜ったが、その遺領は、実子の松平正信や松平正友に継がせて、自らは拒絶した。この頃は、家光実父の大徳院、聖母の高修験院の法事奉行を務めている。慶安4年4月の家光没後はその息子で第4代将軍となった徳川家綱の補佐にあたり、家光没後の直後に起こった、慶安の変を7月に鎮圧した。貞王元年9月に老中暗殺を目的とした貞王の変も鎮圧した。明暦3年1月の明暦の大火などの対応に努めた。寛文2年1月18日に病気に倒れて出仕できなくなり、嫡男の輝公が代理として出仕した。1月19日に雇用が使えたが服薬して回復した。1月21日には将軍の上司として大久保忠友が派遣された。1月26日には病が再発し、死を悟った信綱は他の老中へいとまごいして遺言まであった。1月27日には久世弘之、1月29日に本多忠宝が派遣されて茶、菓子、薬を賜った。このため見舞いの死者がおびただしく訪れた。3月になると、危篤状態となり、3月15日に、老中の安倍忠明に、嫡子、輝公のことを頼んだという。3月16日の夕刻に老中在職のまま死去した。享年67。後を長男の輝公が継いだ。ありがとうございます。